どうも、エルザです。それではファイアーエムブレムやっていきたいと思います。先ほど偵察が戻りました。やはりかなりの数の帝国兵が詰めているとのこと。そうか、敵もそれなりの備えをしているということだな。何であろうと俺のすべきことは変わらない。一人でも多く殺すだけだ。なあ、お前は自分から全てを奪った者たちが罪悪感も抱かずのうのうと生きているのを目の当たりにして平気でいられるのか。5年前ジェラルト殿を殺した女をお前は許せないと思わなかったのか。違うはずだ。許せないと思ったからお前は剣を取り奴らを追ったのだろう。そういうことだ。俺もお前も変わらない。物好きな奴だな。正気を失ったイノシシと言葉を交わして得るものはあったか。フェリクス、この時世だ。どいつもこいつも家族や友人の一人や二人失っている。だがな、皆その怒りや悲しみを殺して日々を生きている。なぜだと思う？無意味だと思っているから。その通りだ。だがこの男はただ意味もなく死体の上に死体を積み上げている。フェリクス、お前は死者を悼み弔うことにさえ意味を求めるのか。は、本当に手遅れもいいところだな。覚えておけ先生、軍の全員がこの馬鹿に同情してここまで来たわけじゃない。帝国が本気で憎い奴もいれば、教団の連中のような奴らもいる。ふん、瓦解するのもまあ時間の問題だろうな。おいこら、無駄口を叩くのもそこまでにしておけ、バカ息子。本当にあんたはこうるさい。出撃の支度が整いました。皆あとは号令を待つのみです。そうか、ならばすぐに出るぞ。時が惜しい。は、我らファーガス騎士の盛況さ、帝国の軟弱者どもに見せてやりましょう。まあロドリグはどこまでも王の側近というかね、なんかそのあたりが強い意志を感じるよね。忠実っていう言葉がぴったりくるけど、さあ3月31日、メインクエストやっていきますか。いやー、どうなるかなこのクエストね。では進軍、ニルディン大橋の戦いということで、帝国の侵攻を食い止め逆に進軍することを決意した一行。そのためには同盟領と帝国領をつなぐ要塞、要衝アミッド大河にかかるニルディン大橋を落とす必要があった。じゃあやっていきましょう。帝都アンヴァルを目指す王国軍はオグマ山脈東方を迂回し、同盟領を通過して南下する進軍路を選択する。新帝国派の同盟諸侯グロスタール家領を通過するため、反帝国派の筆頭リーガン家の当主クロードに協力を要請。クロードにグロスタール家の兵力を引きつけてもらう約束を取り付けると、同盟領と帝国領を分かつアミッド大河を越えるべくミルディン大橋へと軍を進めた。さあ準備の方をしていきたいなと思いますが、今回ディミトリとだけだね、いるのね。ディミトリ抜けないよねやっぱね。まあほぼほぼ一人は、主要メンバー一人はっていう感じか。さあ今回はちょっとアイテムがまだ買い切ってないんで、特効薬と調合でいいか。
先方、まあね、速攻6上がるのはね、こっちとしてはありがたいけど、弓、うん、変えるかどうか。悩みどこやな。意外と回避の覚醒が危ない時に役に立つからね。まあ一旦このままでやってみるか。弓取りは特に変えれるのはないかな。まあ騎士団とか、まあできるだけリスクは減らしたいからね。さあセーブして、環境は特に大丈夫だよね。よし、じゃあやっていきますか。さあ、リミトリカの配送という感じだね。敵襲です。落ち着いて敵を迎え撃ちなさい。アケロンにも救しよう。間に合えば敵を攻撃できるかもしれません。エーデルガルトの犬か。殺さずに置く理由もない。ラディスラバを撃ち橋を奪う。さあ作戦を始めましょうか。さあ狙うは敵将、だけど結構あれだね、守り固めだね。ルートもこんな感じか。上もいるね。フェルディナント、おお、ここで出てくるか。戦場を広く見なくて、まあ、とりあえずまず主人公をおとりにして、あーどうしようかな、弓で一旦攻撃するか。そこも来るか。あーここで一旦ちょっと様子見てみようかな。で弓取りは一旦このままにして、狙い通りに進められているね。まあ反撃で倒せる。あーまあもうね、皆を導かなくても。お殿下、山頂が遅れ、ドゥドゥじゃん。申し訳ありません。ドゥドゥ、お前なぜ生きて。話は後ほど、ここからは俺も加勢いたしましょう。さあドゥドゥが生存してたってなると、リミトリの心境の変化なんか出てくるかな。砦を守る敵を手早く片付け、ここを制圧してしまいましょうか。ああそこ増援来るのか。意外とこう増援が来るクエストが増えてきたね。待機中の兵に加勢を要請しろ。弓砲台の準備も急ぐ必要があるか。まあ、ターン制限とか、まあ、なければどうにかなるかなっていうレベルなんだけど。とりあえずドゥドゥレベル5か。まあまあ変わらずだよね。とりあえず待機、あ鉄の剣だけやな、待機やな。マジか。ああそういう。お手柄を立てて皇帝陛下に僕ちゃんの名前を売っとかないとね。同盟領の少領主アケロンです。そうか、帝国に加担するなら撃つしかありますまい。この橋を奪われてなるものか。いけませんな、次々と。そうだね、かなり出てくるけど、これどうだろう、避けれるかな2人。だいぶ回避に運をかける必要があるけど、いやだったな。とりあえず少しでもこっちに向くように。まあでも騎馬兵がいるみたいよな。殿下ですよね。どうか、あなたは
いやー、やっぱそうなるか。ちょっとね、ドゥードゥー生かしときたいよね。クエストクリアならなくてもね。かといって単純にクエストクリアだったら別に気にしなくていい。ディミトリとエルザだけやからね。うわ、悩むなーこれ。いやー、戻そう。いやー、全然気にしなくていいんだけどね。気にしなくていいんだけどさ。まあ一応ね、クラスの生徒は全員残しておきたいなっていうのがあるからね。敵以外はね。狙いどおりじゃん。まあね、ドゥードゥーどうしようかな。いつでも行ける。あ、やっぱ勝手に来てくれるね。これで戦況が動く。あ、騎馬兵左から来てるね。ここは相変わらずって感じか。騎馬兵はどっちからだろうね。ちょっと飛ばしてるからいまいちわからないところあるけど、とりあえずそう来たから全員潰せた。そこを抑えれば、あ、悩むな。どうしよっかな。行くか行かないか。一旦潰して、ちょっとアイテム取って様子見よっかね。お、制圧成功。あ、じゃあ出現前にちゃんと制圧成功すればいいのか。出てこないよ。まあとりあえず回復だね。さあ反撃で仕留めれないか。まあ、確実に。さあこっから、攻めてくるんだろう。下魔物いるんだよね。で上から騎馬兵来るんでしょ。上取るか。ちょっとフェルディナントとかこうちょっと倒さないといけないかもーと思ったら来たねー。あー、じゃあ侵入したら出てくる感じか。あ、バニー打ち何マスされたわけか。彼らの死を無駄にはしない。さあ意外と二人には焦点いってない。ああ、そうだね。じゃあこれだったらいけるんじゃないかなと思うんだけど、どうだろう。ああ、ドゥドゥ耐えたね。狙い通りに進められているね。ああ、どうしようか。さあどうなる。騎馬兵はそこからか。長いものには巻かれとかないとさ、長生きできないんだよ。腹立つなあケロン。さあ下で魔物がめっちゃ動き回ってるが、仕留める。あ、死に際も見れずと。飛ばしてしまったね、勢いでね。しっかり押さえて、じゃあ上から行きますか。何かと多分有利なはずかな、上の方が。
フェルディナントとかも抑えれるなら抑えてしまった方が良さそうだしね。よし、勝てたね。あー、そういう攻撃ね。彼らの死を無駄にはしない。さあ、まっすぐ行って様子見ようか。エーデルガルトは君をずっと気にしていた。まったく羨ましい限りだよ先生。ここで私の槍のサビにして、せいぜい彼女に自慢してやるさ。ローレンツ・ヘルマン・グロスター、父に代わり参上した。おお、ローレンツも出るか。よく駆けつけてくれました。彼らと共に敵を殲滅します。あれは先生か。なぜこんな無謀な戦いを。ローレンツ来たか。私は軟化するゆえここは任せたぞ。マジか、戦闘はせずと。剣の微妙。槍やね。あー、避けるか。そうか、回避高えのか。なら道を塞ぐまで。久しぶりだな先生。ここが戦場でなければ紅茶でもご馳走したいところだが、当家は帝国に従うほか生き残る術がない。悪く思わないでくれたまえよ。まずそっちを抑えて、狙い通りに進められているね。とりあえずね、二人の元に行かせたらもう終わりなんで、どう動いてくるかな。意外とこっち来るかな。フェルディナント来たね。あー、やっぱ逃げたか。はい、やり。僕の死体は丁重に葬ってくれたまえよ。貴族にふさわしくな。ここをしのげば。あー、倒してしまった。さて、戦場を広く見なくては。これで戦況が仕留めないといけないけど、仕留める前にどうなるかなんだよな。とりあえず一回引きずり出すか。いけ、よし、勝てたね。さあ、レベル43。まだナイフもいい感じ上がってきたね。さて、さあ、カウンターで仕留めた。彼らの死を無駄にはしない。さあ、こっからどう動くかな。様子見るか。騎馬隊考えると、ここにいて浮いたり下行ったりしている具合がちょうどよさ。皆を導かなくても。さあ、来い。ああ、フェルディナント動かんか。ああ、ボロクソにやられるだろうな。あそこ入ったらやばいもんな。あえて高いところで待つか。できますかな。15回でしょ。カウンターには余裕であると思うんだよね。うん、問題なし。まあ、同士は先に潰しておいて。彼らの死を無駄にはしない。皆を導かなくても。さあ、そろそろ。
すごいったね敵将。これはちょっと動き始めるかこっちも。こうタイプね、同じね。陛下の。お、来た。フェルディナンドは倒さなくていい感じかな。あ、ダリフラワー。よし。光が入れば。ああ、ダメか。2発目入んないか。さすがにそうだよね。あれはあまりを真っ正面に来すぎか。彼らの死を無駄にはしない。手段は問いません。意外とどけるからな。これをどう考えるか。あ、戦闘見ずに。スラバ、君は引きたまえ。このことを陛下に伝え。すでに伝令は出しています。あなたを死なせて私だけ逃げるなど。ならば頼む。私が死のうともここだけは守り通し。くっかぼう。さあフェルディナントも倒し、残すは敵将のみ。エーデルカルト様、申し訳。無事敵将も倒した。茶番だな、何もかも。ステージクリアですね。ミルギン大橋の戦いクリア。25ターン。敵将がこき出したら一気に動いてきたね。デル、お前なぜここにいる。お前は死んだはずだ、5年前に。同胞に救われたのです。あの時のダスカー人たちに。ダスカー人、まさか5年前の彼らか。殿下、俺は申し上げましたね、必ず本懐をお遂げくださいと。今から再び俺は殿下の剣に盾になりましょう。ですから殿下、俺に見せてください、あなたが願いを遂げるその瞬間を。ドゥドゥ、ならば代わりに一つここで誓え。もう二度と自分の命を捨てるような真似はするな。はしかし本当に愚かだな。あの女のために死を選ぶなど本当に愚かだ。勝って嬉しくはないのか。さあな。奴らは人の顔をした獣だ。殺さねばならない、だから殺した。それだけだ。お二人ともそろそろお戻りください。今後の方針を話し合いましょう。お願いします、どうしてもここで働きたいんです。いやいや、そんなことを言われてもだな。まったく、一体何の騒ぎだ。おい、その娘どこから連れてきた。この軍は個人じゃないんだぞ。それがその近くの村の娘のようで、どうしても我が軍に参加したいと。だからって年派もいかん娘を雇えるか。さっさと親のところに返してこい。家族はもういません。帰る場所なんてどこにもない。私魔法が使えます、戦います、炊事もお洗濯も何だってやります。
その年なら別な働き口もあるだろう。ジョちゃん、なんでこの軍にこだわる？それは復讐のため、殺された兄の仇を討つためです。殿下、どうします？好きにさせてやればいい。ありがとうございます。いやー、兄弟の子来たね。さあ、この子がどう次の章で影響を与えるのかちょっと気になるところだけどね。蒼月の章、大樹の説、鉄血の呪事師。ミルディン大橋を制圧した王国軍は帝国領内へ侵攻を開始。対する帝国軍はメリセウス要塞に兵を入れてこれを迎え撃たんとしていた。先ほど密偵から報告がありました。どうやら帝国はメリセウス要塞に兵を集めているようです。我々がミルディン大橋を攻め落としたのに対し、早速手を打ってきたのでしょう。その規模は我らの倍以上。おそらく皇帝自ら軍を率いるのではと。またリーガン家のクロードは早々にグロスタール家と講和すると、同盟諸侯を糾合して兵員をかき集め帝国領に侵攻する準備を進めているとか。このまま行けば3つの勢力がグロンダーズで衝突することになりますな。干渉に浸りたいならよそでやれ。しかしこの戦力差は困ったものですな。我らは精鋭揃いといえど少し心もとない。ええ、できることなら今からでも援軍を要請したいところですが、王国の主要領主のうち他に頼れる勢力があるとすれば、カロン家でしょうか。カロン家？ええ、カロン家も帝国への心中を表明していない家の一つです。で、そんなカロン家は私の実家でもあるってわけだ。よし、私が父様に頼んでくる。今の状況なら断られるってことはないさ。私を守ってくれた教団の頼みとなりゃ力を尽くして応えてくれるはずだ。ええ、頼みましたよカトリーヌ殿。今の段階でやれることはこの程度でしょうか。そうですな。他に打てる手があるとすれば、それは。そうですね、同盟とは直接ぶつかる理由もありません。仮にカロン伯の協力が得られたとしても帝国との兵力差は埋まりようがない。ですが我々と同盟とが手を結べば帝国に拮抗しうる勢力となるでしょう。まあ手数を伺った方がいいように気もするんだけどな。出方伺った方がいいんじゃない。そうですね。ですが対応が後手に回れば不利になる。ひとまず使者を送り同盟側の腹を探るとしましょうか。しかし決戦の地がグロンダーズとは、あなた方にも思い出深い場所でしょうに。呪事師戦の時は私たちが勝ったのよね。なんだかずっと昔のことみたい。どうしても思い出してしまいますね。思い出したくなんかないのに。戦いの後の食事よく覚えています。本当に美味しくて楽しかった。ダメだよやめてよ。せっかく思い出さないようにしてたのに。やっぱりこんなのおかしいよ。
一緒に学んできた仲間と戦うなんて。皇帝陛下に直接言ってみたらどうだい。ま、聞いちゃくれねえだろうけど。敵が何であろうと、俺は殿下のために戦いましょう。おい、イノシシ、勝てる見込みは？さあな。もし負ければ、俺たちはお前のために死ぬことになるな。エリクス、そこまでにしておけ。勝てばいいだけの話だ。出立までに心を決めておけ。殺される覚悟も、殺す覚悟も、帝国は言わずもが、同盟と剣を交える可能性も十分にある。かつての学友を斬ることにもはや躊躇はないと。もう慣れた。さあ、ということで、4月ですね。行きたけど、まあ何かとやっぱ暗雲あるけどね、立ち込めてるけど、ちょっと気になることが多いが、次の章はなんかちょっと荒れるかもね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。